聖書は創世記14章の14節からです。アブラムは自分の種類のものが自分の親類のものが捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれた訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。アブラムがケドル・ラメオルと彼に見たかする王たちを打ち破って戻ってきた時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに来た。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラハムを祝福していった。アブラム祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えたと。皆様がキャンプの動画を見ていただきましたけれど、昨日私は時においてその正解で、この同じフィルムを見てもらいました。牧師先生が驚かれて、大変素晴らしいキャンプですねと、大勢の奉仕者が行きますね、立派な臨部をされていますねというふうに褒めてくださいまして、今なかなか子どもが集まらないんですという。先生は一つのグループに属していますが、5年前から、コロナが始まってから、教会が高齢化して若い人たちが全然来ないし、子どもたちも来なくなりましたというようなことで、よく子どもが集まってますねと、このように言ってくださいました。自分の教会っていうのはいつも見てるので、我々にとってはごく普通のように見えますけれど、他の牧師から見ると、子どもがよく来てるな、立派なキャンプだなと見てくださったようであります。私たちは絶えず子どものミニストリーに力を入れてきて、これからもずっと子どもたちのミニストリーに努力を重ねたいと思うのでありますけれど、私が頻繁に言うのは EQ、エモーショナルクォーターの大切さ。もう30年前でありますけど、ダニエル・コールマンというハーバード大学の教授が EQ、エモーショナルクォーターという本を書きまして、世界的に売れました。日本でも大評判になったり、もう人々の口にこの EQ という言葉が上って、一種の教育改革が日本で起こるのかなと思いましたけれど、そのまましぼんでしまって、EQ というものはもうすでに死語になったような感じであります。IQ でなくて EQ。日本は IQ、IQ。日本の IQ は高いのでありますけれど。しかし、それにもかかわらず、その大人たちになってもコミュニケーションができない、心の交流をすることができない、なかなか協力したりすることが日本人は難しいようでありますけれど、それで会社に行って人間関係で苦しむ人が非常に多いわけで、学校においてもたくさんのいじめや不幸な子どもたちがたくさんいるという状況になっているわけでありますけれど、北欧などはこの EQ の考えを取り入れて教育改革をしたんですけれど、日本では一切それのことがなされませんでした。そういうわけで、社会に出た時に大切なのは IQ ではない、 EQ だと言われてきて、我々の感情ですね、あるいはコミュニケーション、人の気持ちが分かる、人の言ってることが理解できる、また自分も自分の感情や自分の気持ちや自分の考えを正確に相手に伝わるような伝え方をする、それでコミュニケーションを起こる、友達ができる、仲間ができるという、こういうことで、EQ を発達させたいと思うなら、今のようなキャンプに放り込めば子どもたちの EQ はあっという間に上がってきますね。一緒に3日間過ごす、
一緒に賛美をする、一緒に聖書を勉強する、一緒にお祈りをする、一緒に楽しいことを全部やる。どうしてもずっと2日半一緒にいるわけですから、一緒に寝てるわけですから、まあとにかく会話をするようになると、意思表示をするようになる。そして同じことを言えますから、協力して楽しい時間を持って、そうしているうちに EQ というものが発達するわけですね。一人で受験勉強していたんではなかなかこの EQ が豊かにならないわけでありますけど、何かそういう感じのマスプロダクションが日本の教育界で行われているわけですけど、それは先生自身が EQ って何なのっていうか、自分の EQ で苦労してるっていうか、自分をどうやって考えていいか分かんない、神を知らない、キリストを知らない、聖書を知らない、自分のことをどうやって考えていいか分からない、自分の土台は何か、自分の軸は何か、自分のとってプライオリティは何か、何が自分のとって大切なのかっていうことがよく分からないから、真面目な日本人は一生懸命努力しましょう、頑張りましょう、良い仕事をしましょう、と言って良い仕事をしてるけど、軸が分かんない、価値観が分かんないから、全体像がなかなか見えてこないという問題ですね。それでは高齢者はどうかということであります。今週の土曜日、私は納骨式をしなければならないんですけど、孤独死されたんですね。高齢者はどうかということでありますが、高齢者が日本では元気がないと、多くの方が孤独である、一人である、寂しさの中に多くのもう男性たち特ですね、孤独であるという状況でありますけど、高齢者が幸福になること、バイタリに富んで健康で仲間がいて友達が多くて、こういう生活にはどうしたらいいかというと、またこれも EQ ですね。高齢者が柔軟な心を持っている、コミュニケーションができる、相手の気持ちが分かる、自分が言いたいことを相手がよく理解できるような形で相手に伝えることができるという技術を身につければ、 EQ を身につければ幸福であるけれど、頑固じじいになってしまうと、まあ誰も相手にしてくれないから当然孤立するわけですね。そういうわけで、まあこの火曜日の夜10時に出発しまして、それはお盆の交通渋滞を下げるために、約束の時間に間に合うように夜10時に出発して、8時間かけて、まあ、京丹後に着いたというような予約をしました。途中でね、コーヒー飲んでケーキを食べてみたいな計画したんですが、どこのレストエリアもトイレ以外は何も空いてないという、下道も通りましたが下道も空いてる、せめてマクドナルドぐらい空いてるかと思うと、東京と違ってマクドナルドも空いてないというような状況で8時間かけて着いたわけでありますけれど、まあそれから朝食をゆっくり食べて、近くの温泉でね、立派な温泉が660円だということで楽しんだわけでありますけど、甘味をしてセミナー時間も待って、セミナーをやって一緒に食事をして、それから海に日本海に入って、というようなことをやって良い時間を持ちましたが、とにかく4日間ですね、4泊5日4日間私たちは一緒に過ごしたので、友達関係ができた、親しくなった、ほんの短い期間ですけど、あっという間に、まあ、友達になれたということですね。日本に帰ってきて本当に日本の男性たちが友達を持ってないということでびっくりしたんです。友達がいない、みんな孤立してるんですね。どうしてこういう状況になっちゃってんだろうと思って驚きましたけれど、女性たちは友達作るでしょ、お茶飲んで元気になりますね。男たちは友達がいいもんだからテレビを見て、過ごしてるということで、どんどんと脳の力も言葉の力も衰えてきてしまうわけ、体も衰えてきてしまうんですけど、仲間がいない、一緒に遊ぶ相手がいないわけでしょ。そういうわけでこのような一年一度の京都旅行というのを企画しているわけですけど、これによって EQ が発達して、そして誰とでもコミュニケーションを取れる高齢の方がね、一人いらっしゃって、素晴らしいキャンプにいらっしゃって素晴らしい笑顔でしたね。
お一人の方でありますけれど、この5年前にホライズンに通うになって礼拝においで、今回はキャンプ一人で参加されて子どもたちと一緒になって大変喜んでますけれど、 EQ の高い人はそういうことができるんですね。子どもと一緒に遊べる、異性と楽しい時間を持つことができる、年齢差だけども人々と一緒に楽しいことができるというのは EQ の高い人の特徴なんですね。 EQ の低い人は面倒くさい面倒くさい、家にいるという、どんどんどん退化していくということが起こってしまうので、我々が幸福な高齢者時代を迎えるためには私たちの EQ を整えるということがとても大切かなと、こう思っています。それで、今日のお話はロトがアブラハムと別れたという話で終わりましたね、前回は。そして彼はソドムとゴモラの方に向かってソドムに住み着いたということで、これは信仰者であるけれども彼の価値観を反映して彼らは快楽っていうか安楽っていうか安逸っていうか楽な生活を求めてソドムの方に来ました。全て楽しいことを得るはずだったのに彼は全てを失うわけですね。ケダラ・ラメルという王が支配していたんですが、5人の王が結託して謀反を起こして戦争状況になったんですね。ケダラ・ラメルにつく4人の、3人の王ですから4人の王と5人の王の対決になったわけですけど、5人の方が敗北してしまったということで、何が起こったかというとソドムが滅ぼされてしまい、そしてそこに住んでいたロトとその妻と娘たちとそこの使用人と持ち物を全部失ったんです。ソドムに行って全てのものを得ようと思ったら、結果はあっという間に全てのものを失ってしまう。どうしてこういうことが起こったかなと思うんですけれど、アブラハムと一緒にいる間は守られていたと、アブラハムと一緒にいる間はどんどんと飛んでいた、アブラハムに起こったお裾分けが自分の方に来た、それは神からの守りということもそうだし、そして収入ということもそうだし、ロトも持ち物がいっぱいになるまで止めるものになった、アブラハムのそばにいただけで。私はアニマルキングダム BBC のアムナルキングダムをよく前は見たことがありまして、一つこの狩りをするライオンとかオオカミの群れとかいうのは特徴があって、それは必ず孤立した動物を狙うということですね。動物が群れを成していると狙えないんですね。ところが草を食べたり仲間から跳ねたりふらふらですね、お食事をしている動物はもう必ず狙われる、群れを成して狙われるでしょう。ゾウであっても群れをなして襲ってくるライオンにはかなわないわけですね。結局ロトはアブラハムから離れて孤立してしまったので狙われてしまったということであります。私は15歳で教会に始めて今80歳になりましたけど、ずっと守られてきた、試練あった、困難はあった、挫折もあった、失敗もあった、恥もかいた、いろんな難しい出来事がこの間にはたくさん起こったわけですけど、このようにしてまだ生き延びているというんですけど、どうしてかというとそれは教会の守りがあったわけです。教会というシールドの中で私はつながり続けていたので、ヘマのことはたくさんやったけれど守られ続けて、この元気な80代を迎えることができるということになっているわけですから、群れから離れてはいけない、孤立してはいけない、孤独になってはいけない。神様は人が一人でいるのは良くないと宣言しまして、誠に一人でいるのは良くないですね。独身じゃいけないよって言ってんじゃなくて、独身であったとしても友達を作る、グループを作る、仲間を持つ、教会に行く、キャンプに参加すると、あるいは京都旅行に参加する、なるべく友達とワイワイガヤガヤやる、そして協力して奉仕をする、人々を励む、慰める相手を力づけるということが大切かなと思います。
さて、ロトはすべてを失ったんですけれど、アブラムはそのことを聞いたんでしょ。家で生まれた訓練された者318人を連れて攻撃をしたというんですね。夜中の攻撃を仕掛けたという、ことでありますけれど、大切なのはこの318人が訓練されていたということがすごく大切ですね。訓練されている、ちょっとこれは知識を学校で知識を積むっていうのと随分違うと思います。ピアノ訓練されなければ、ドラム訓練されなければ、ありとあらゆる楽器であろうと、人の前で歌う歌であろうと訓練されなければいけないんですね。そしてピンからキリがあるとよく言いますが、ありとあらゆる職業において同じ職業でもピンからキリがあって、よく訓練された人とあまり訓練されてない人がいるんですけど、アブラハムが連れて行ったのは318人の訓練されたもので、キャンプは素晴らしいものでした。なんならばそこで訓練された人たちが奉仕したでしょ。もう高校の時から訓練したされていた若者たち、 大学生の時に活躍していた若者たちが今お母さんお父さんになってそこで奉仕をしているわけですね。食事作るもゲームをするのも音楽もお話しするのもみんな訓練されていたので、非常にスムーズに素晴らしいキャンプができたわけですね。そういうわけで、自分は何を訓練し、どんな技術を身につけ、どんなことで共同体に奉仕をするのか、ただやればいいんじゃない、やる気があればいいんじゃなくて、訓練された自分というものを生み出していく責任が一人一人にあると思いますけれど、この訓練された318人を引き連れて夜中奇襲攻撃をかけたんでしょう。当然彼らは分取り者の中には酒もあるし食べ物もあるし、当然彼らは美酒に酔っていた、勝利のお酒に酔っていた、そこを攻撃したわけですからね。彼ら油断していたので、アブラムは財産を取り戻したというんですね。親類のロトとその財産、それに女たち他の人々も取り戻したという。ロトを救い出したという。ですからアブラムが命がけでロトを救い出したから、アブラムはロトと別れたといえ、親類甥のロトをどれほど愛していたのかなということがわかりますけれど、シャベの谷に来た時にサレムのメルキゼデクというのが現れたというんですが、このメルキゼデクはいつどこで生まれたのかわからないし、いつどこで死んでかわからない。このような偉大な人というのは必ず記録を取るというのがユダヤ人ですね。もうとにかく彼らは家系を大切にするわけでしょ。いつどこで生まれるか、どういう家系なのか、いつどこで死んだのか、どういう子供を残していったのか、一切の記録がないんだというわけですから、クリストファニーという言葉があります。それはキリストの権限と訳されるんですけど、イエス・キリストが受肉する前に人間の形をとって地上に現れた。ほんの数回でありますけれど、彼のしもべたちを助けるために、祝福されるためにほんの何回かでありますけど現れたんですね。これがその一つの例で、このメルキゼデクという王であり祭司である、英語ではプリスリーキング、ダビデはプリスリーキング、祭司王、祭司であり王であるという人物でありますけど、ここに祭司であり王である人物が現れて、アブラムを祝福した。アブラムに祝福あれと。皆さんの聖書、私の聖書は最も新しいコピーなんですね。最も新しい訳ですけど、皆さんの訳ではおそらく祝福を受けよアブラムと訳されている。私はそっちの方が好きです。同じ意味ですけど、祝福を受けよアブラム、あるいは祝福を受けよ平野光一、平野光一よ祝福を受けよ、祝福の特徴は受けるということですね。ところがこれが我々日本人が一番下手くそであるという、受けられない、ただよりも高いものはない、ただで成功したら気をつけろというような感じで、なかなかただのものを受け入れられないという、遠慮すると断るというのが日本人の心であると思います。
そういうわけで頑張りなさい、努力なさいと親から、学校の先生から、上司から教育されてますからね。とにかく価値のあるものは努力したもの、頑張ったものしか価値がないと思う。ただのものは価値がない、ただもので価値があるはずがないじゃないかというんで、まあ祝福なんて大したものないよね、ただだったらというようなことで、私たちは祝福はなかなか受けられないんですね。それで神様のご計画は、まずあなたが祝福を受けることでしょ。神が我々を神の形に、神に似せて作られた時に、神は祝福して言われたわけですね。まず人間を祝福したでしょ。アブラハムに現れた時に、私はあなたを祝福するって神に現れるんでしょ。私はあなたを大いに祝福する、あなたを大いなる国民の父とする、あなたのニックネームは祝福となる、あなたの名前は偉大になる、あなたを祝福する者私は祝福する、あなたによって全ての民族は祝福されるって言った。これどういう意味かっていうと、神様は私たちにただで祝福するんですけど、神様はあなた方がただで他の人を祝福することを期待してるんです。だから我々は受けたものしか与えられないんで、持ってるものしか与えられないでしょ。あなたが祝福を受けなかったら祝福を与えることができないんです。それで我々は自分が一生懸命汗水垂らして稼いだものを与えられないんですね。人情として溜め込んじゃうでしょ、当然です。こんなに働いて自分が頑張って努力してこういうして貯めたものを与えるなんてとってもじゃないけどできないんですね。これは人間の心理としてなかなかできないです。しかしもしこれがただで与えられたら、イエス様が言ったようにただで受けたんだからただでやった、難しくない、ただで受けたから、ただで与えたらまたぐるいと回ってただでもっと高が来ちゃった、だからただで来たからただで会えちゃうってなると、これ大変じゃないよねと、またそしてやってきたから与えるというこの祝福のループに入ると、ただ抜けて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 、どんどんと祝福が広がって、どんどんと自分に活力が湧いてきてしまうわけですね。だから祝福っていうのは受けなきゃならないんです。どうしてあなた人を愛せるんですか。よし決めたと、クリスチャンになったと、私は全人を愛する、全ての人々を愛する、とにかく私は人々を愛するんだって、愛せますか、愛せないで。もしあなたが愛をただで受けた経験がないならば、繰り返し繰り返し神の愛を受けた人でなければあなたは神の愛を与えることができないんだって、ないんですから、ないものを与えられないですね。だからある存在になるためには受けるんですよ、神の愛を受けるんですね。神の愛は現実です。信じるなら、受けるならそれはあなたのものです。すなわち彼を信じた者を、その皆を受け入れた者は神の異なる資格を与えられた。信じるだけで救われる、心で信じて義と認められ口で告白して救われる、これはただだよ、救いはただで受けたんだからただで与えるよね。私は今回京都に来ました、名古屋に来ました、時に来ました、繰り返しメッセージをしました、全部タダで与えてきました。どうして、タダで受けたから、タダで受けたからタダで、これ難しくないんです。でも鍵はあなたがタダで受けるという、これが鍵なんです。私は毎朝神様の愛、神様のエネルギー、神様の力を毎朝タダで受けてます。毎朝です。それはタダで与えるためでしょ。だから一つのループの中に入るとこの循環は非常に楽になります。タダで受けてタダで与えると、タダで受けてタダで与えるという人生ですから、そういうわけでまず祝福を受ける、まず愛を受ける、まず恵みを受ける、まず救いを受ける、まず許しを受ける、まず聖霊を受ける、まずパワーを受ける、まずエネルギーを受ける。ただだから、ただでただで与えることができる、こういう神様のシステムですね。だからここでアブラムは全てのものの10分の1を彼に与えた。それは難しくないです。全てのものがただ与えられたら10分の1を与えることは難しくない。15章の方に来ますと、
これの出来事のうち主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である。盾であるというのは英語でシールドと言いますね。シールド、私はシールドである。ですから、スターウォーズなんか見ると惑星、惑星そのものがシールドで覆われるんでしょ。これはサイエンスフィクションですからね。惑星全体がシールドで終わる。そうするとミサイルが飛んできてもそのシールドで跳ね返されて、英語でペネトレートすることができない、惑星に届くことができない、惑星を破壊することができないんでしょう。シールドが守ってるからね。ダビデは You are the shield around me、 あなたは私を取り囲むシールドですと言う。私15歳になってクリスチャンになってね、80歳、65年間私はこのようにしてサバイブしているわけですけど、どうしかというとシールドがあるわけですね。まあ教会というシールドもあるし、キリストというシールドがあるし、このシールドがあるんで、なんだか吸ったもんでやりながらあちこちで転んだり怪我をしたりしながら、ああでも生き延びてるわけですね。なんならキリストが私のシールドで、キリストが私を守る盾であると。おそらく私ほど旅行した牧師は少ないんじゃないでしょうかね。もう今年だけでもハワイ行って、沖縄に行ってね、ヨーロッパに行って、このようにて京都に行って、今週末は、韓国で日曜メッセージを、するわけですけれど、そして10月になったら今度はまたアメリカに旅行に行きますね。もうあちらこちらに飛んでますけど、守られているわけでしょ。神様守ってください。なんならば彼は私のシールドだから、自分で自分を守る必要がない。もうみんな自分は自分でキューキューキューと守ってるから、ステイホームになっちゃうんですね。ステイホームは一番安全。自分で自分を守る人の特徴だけど、神が私のシールドで、神が私を守ってくれるというと、あっち行こうこっち行こう、あれやろうこれやろうという世界が生まれてくるわけでしょ。神様は私はあなたの盾であると、あなたへの報いは非常に大きいと言うと、アブラムは神を、主よあなたは私に何をくださるんですか、私には子供がないまま死のうとしています、私の家の相続にはダマスコのエレアゼルでしょうかって言って、もう跡取りがいないんだから財産はいらないと、祝福を増やしてもらう必要ない、もう私が持ってるもので十分で、もういらないよって言ったんです。子供がないんだから。エリエゼルが立派な信頼する奴隷でありますけど、あいつに全部あげていこうとしたんですね。奴隷が後取りなんだからもう祝福はいらないですよって言ったんですね。神様にちょっとムカついてたんでしょ、アブラハムは。すると神はダメだよと、彼じゃないよ、あなたの、あなた自身から生まれ出てくる子供があなたの後取りになるよ。そして主は彼を外に連れ出して言われ、テントから出ろと。さあ天を見上げ、星を数えるならば数えなさい。皆さん星の数どのぐらいあると思います？星の数。これでハッブルというね、ハッブル変換微光を作った方ですよね。それがじっとこの天の川銀河系をね、英語ではミルキーウェイと言います。いい名前ですね、ミルキーウェイという、日本語では天の川ですか、これもいい名前ですね。これが宇宙すべてだと思ったんでしょう。じっと見てたら、どう見てもこの一つの星は天の川銀河系に属してないはずだっつって、計算して研究して発見したことはアンドロメダ星座群だったんでしょう。だから違った銀河系だったということが分かった。今どのぐらいの銀河系があると思います？2つじゃないでしょう。何百、何千、何万、何十万、何百万、何億万という星じゃないんですよ皆さん。銀河系ですよ、があるんですよ。いかにこの宇宙がでかいか、このでかい宇宙を作った神がいかにでかいか、しかも膨張してるっていうんですね。星を数えてごらん。人類いまだに誰も星の数を数えた人はいない。誰もわからないです。
どのぐらいの星があるか、まあ、聖書は空の星のように、あるいは海の砂のようにって書いてありますから、海の砂と空の星の数は同じかなというのが私の考えでありますけど、とにかくとんでもない。ですから英語ではスターダストって言います。誇り、スターダストそれほど巨大な星ですらちっぽけなもんだと、それほどたくさんあるんだ、数えてごらんって言って、さに言われた、あなた様はこのようになるよ。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたという、信仰によって義と認められたということですね。この一言葉を土台にして宗教改革を行ったのがルーテルでしょ。義人は信仰によっていけるという標語で、プロテスタントはカルト教会から離れて信仰が強調されたわけですね。この義人は信仰によって生きるという言葉で神学を突き出た男がパウロでありますけれど、どうぞ皆さんの聖書ローマ人の手紙を4章の1節をご覧ください。この義人は信仰によって生きるという言葉がプロテスタント神学の第一歩、あるいは土台となったわけですね。プロテスタント神学の基礎は義人は信仰によって生きるという言葉です。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるんでしょうか。何を発見したんだアブラハムはと。もしアブラハムが行いによって義と認められる、行い、功績、立派な行いによって立派だぜと認められたなら、彼は自慢することができます。しかし神の前ではそうではありません。聖書は何て言ってますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが信仰が彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるのではないと。報酬というのは働いてもらうもの、支払われるべきものが報酬。報酬であるなら恵みではない。努力、頑張りによってゲットするものは恵みではない、それは報酬だというわけですね。当然、もらうべきところの賃金だと。だから報酬と恵みは全く真逆、別物。英語で言うなら either or、 どっちか。報酬であれば恵みでないし、恵みであれば報酬でないと。しかし働きがない人であっても、何の善行がない人であっても、不経験なものっていうのはアブラハムのことですね。アブラハムは偶像礼拝者であって、唯一誠の神を信じなかった。不経験なものであったけれど、信じることによって義と認められたんだ。その信仰が義と認められたんだと。同じようにダビデも、ダビデとアブラハムの違いは何かというと、ダビデは割礼を受けたもの、アブラハムは割礼を受けてないもの。アブラハムが空の星を仰いで信じた時、その時彼は割礼を受けていませんでした。割礼のないものが信仰によって義と認める。ダビデは割礼のあるものが信仰によって義と認められるという。幸いなことよ、不法を許され罪を負われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。ですからダビデもすでに割礼を受けたんだけど、しかし信仰によって義と認められたんだ、信仰によって罪が許されたんだ。アメリカに来ますと、多くの教会が幼児洗礼をします。カトリック教会、幼児洗礼をしますね。聖公会、幼児洗礼をします。それだけじゃなくて、日本にたくさんあるルーテル教会とか、メソディスト教会とか、プレスビテリアン教会、この前ここでメッセージしてくれたヤング先生はプレスビテリアン教会の牧師ですけど、全部幼児洗礼、子供が外に出るようになったらすぐ洗礼式をして、子供に、赤ちゃんに洗礼をしてもらうわけです。洗礼があってもなくても重要じゃない。洗礼受けてない人は信仰によって義と認めるんだけど、すでに洗礼を受けた人たちも信仰によって義と認める。同じ、割礼があるかないかは問題じゃない、洗礼受けたか受けてないかは問題じゃない。まず信じて、
信じた後で洗礼を受ける人と、もうすでに洗礼を受けちゃって、そして15、6年後、20年後に、信仰、救いの経験をする人が、どっちも同じだよと、大した違いはないんだよと、こう言ってるわけですね。それで12節の方に行きますけれど、単に割礼を受けただけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかったとき、信仰の足跡に従ったいうものと、私のことですね、まあ割礼を受けてないというか、洗礼を受けてないというか、でも信仰の足跡に従ったわけでしょ。でそのアブラハムはまた割礼を受けた者の父であると、無割礼の者の父であり、割礼の者の父である、つまり信仰の父であるということですね。というのは、世界の相続人になったという約束は、世界の相続人を祝福の相続人と理解した方が分かりやすいかもしれません。私たちは祝福の相続人、世界の相続人になるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰による義によったんです。これも同じですね。立法の義によるならば信仰による義ではないと、どっちかだと。立法による者たちが相続人であるなら信仰はなし、つまり立法の行い、立法を、立派な行いをした人だけが良いものを相続する、祝福を相続するならば信仰は虚しくなるけれど、信仰によって義と認められる、信仰によって祝福いただくならば、今度は立法が虚しくなるという、どっちかですよということですね。16節、そういうわけで全ては信仰によるんです。まあ私この一言葉で生きてます。全ては信仰による、これは私の健康は信仰によるんだという、こう信じてるわけですね。信仰によって健康が保たれると私は信じてるわけでしょ。それは夫婦関係であろうと、親関係であろうと、孫との関係であろうと、家族の関係、友達の関係、教会の関係、仕事との関係、もう伝道の関係、もうありとあらゆるものは信仰によるんです。だから信仰っていうのは、私の場合は私の人生の全ての面に適用されるもので、信仰というのは軸で、信仰というものは土台で、この土台の上に自分の家を建てると、この家は全部土台に関連している。だから信じている、信仰による義というのは私の土台で、この信仰が私の生活の全てに適用されるわけじゃないと意味がないんですよ。私が信じてて信仰の生活が地にあってっていうのは意味がないから、全ては信仰によるっていうのは信仰によって行動するっていうことですね。ですから来週韓国に行きます。信仰によって行動いたしますね。先週はいろんな場所を巡り歩いて2000キロほど旅行しましたけど、それも信仰によって行いますという。家に留まる時も信仰、奥さんと仲良くしている時も信仰、願わくは喧嘩している時も信仰でやりたいなと思うんですけど、全てのことは信仰によるんだって。またパウロは反対に、信仰によらないことは全て罪ですって言うんです。信じるんね。ですからあなたの全てのこと、ビジネスながらやっぱり信じてビジネスを、成功を信じてビジネスをする、祝福を信じてビジネスをする。どうせこんなビジネスやったって儲かりっこない、むしろ損かもしれない、もうモンゴリラするうまくいかないよねこんなことやっても。でも日本人だし、やっぱり勤勉に忠実にベストを尽くそう、ダメでもいいからベストを尽くそう、そんならやらない方がマシです。ベストを尽くすならきっとうまくいく、きっと成功する、それでベストを過ごした方がよっぽどいいんですよ皆さん。でもしょうがないから、ダメでもいいからベストを尽くそうか、一応、ね、そんなのベストを尽くしてこうならないで、信じることもベストのうちの一つですね。ベストの結果を見たいなら、あなたはベストを信じること、全てを信じないことは罪、意味がないわけでしょ。全て信じる、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 フィールドの話をします。
我々を取り囲むフィールドというのは私たちの信仰に応答するんです。信じて言葉を投げかける、信じてこのフィールドに私たちの行動を投げかけると良い結果をもたらすように神様が私たちの環境を作っちゃったんです。やるなら信じてやるわけですね。クリスチャンというのは信じるから、クリスチャン信仰者の特徴は信じることですよ。皆さん信じる、全ては信仰によるんだ。それはことが恵みによるならば、恵みっていうのはエネルギーと考え、パワーと考えていいです。信じるっていうものはこのパワーを引き出すんでしょ、恵みのパワーですから。私メッセージするためにメッセージの前で主を待ち望む者は新しい力を受ける、第2回目の説教終わった、今は第3回目、新しい力が必要。主を待ち望みます、そして信じます。主を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って天に昇ることができ、走っても疲れず歩んでも絶えません。これ信じるか信じないか、どっちかなんです。信じればパワーが来るし、信じなきゃ来ないんです。もう私は切羽詰まってるから信じないというチョイスはないんですね。立ってメッセージをしなきゃいけないのに、パワー不足じゃまずいから信じます、信じます、私に新しい力が来ること信じます。わしのように翼を買って天に昇って走っても疲れる歩んでも絶えません、やりますってこうやるわけですね。もうこれ信じるだけなんです。そういうわけで恵みというのはパワーで、そのパワーを使うのが信仰、信じて使うわけでしょ。で17節を読んでみましょう。私はあなた多くの国民の父たちと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして滅。ここで書いてある死者っていうのは自分のことで、だってアブラハムまだお葬式済んでないし、埋葬もしてないしということですけど、アブラハムが死んだというのはどういう意味かというと、彼が自分を死者というものは自分の体が生死を作り出さない、つまり子供を産むという面においては死んだと同然である。100歳になっちゃって、妻も馬爪であって、妻の胎サラの胎も死んでいるということを認めた。認めなかったら彼らはクレイジーです。生死が生み出すことができない、私はできる、私はできる、ポジティブシンクで私は信仰によって私は子供を産むことができるって言ったら、これはちょっと気違いだ。彼は認めた、自分には子供を生み出す力がないということを認めたんですよ。認めたんだけれど、その信仰は弱らなかった。信仰って何かというと、私ができるっていうのは信仰ではありません。神はできるっていうのが信仰でしょ。不信仰によって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信した。神にはできると、なぜ神が約束したら、もし神様が約束してそれを実現しなかったら、それは神ではありません。キャンセル、神様が自分自身をキャンセル、約束したら神ならば必ず実現するんでしょ。実現しなかったらそれは神様じゃないんです。私は神でありませんと宣言してるみたいなもん。神が語ってあなたに約束したら、その約束事は必ず神は実現するんですし、実現しなきゃいけないもんですね。約束をすっぽかすなんて神様には許せないですね。だからこそそれが彼と義と認められたと。ところが彼にはそれが義と認められたと書いてあるのは彼のためじゃないよと、私たちのためだよ。つまり私たちの主イエスを死者の中からよみがえる方を信じる私たちも義と認める。つまりアブラハムの体が死んだと同然なのに子供を作ることができたというのは、これは復活の象徴なんだ、復活の象徴なんだ。キリストは死んで葬られてよみがえった象徴、アブラハムのその体も死んでいたと。しかし神はできる、神には約束することが必ずできる。 Nothing is impossible with God。 神にはできないことはない、どんなことでもか、だって約束したから絶対できると信じたんだ。
ていくと。私たちもキリストを信じる者はキリストもによみがえるという約束がある。私はよみがえりです。私は命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。生きていて私を信じる者はいつまでも死なないと。私たちが持っているのはいつも死なない命、 Never die、 決して死なない命、永遠の命を持っているわけですね。この体は死んでいます、滅びている。でも私たちの命は永遠と生き続けるんでしょ。それで、主イエスは私たちの背きの罪のように死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたということですね。ですから私たちのうちに永遠の命があり、復活のキリストがいるから、私たちはこのキリストの力のエネルギーによって生きられるんでしょう。私と一緒に旅行した人たち、私の体がどんなに弱いか、よくここに箱田さんがいて私の体をマッサージしてくれるんですけど、箱田さんは私の体がどれほど弱いかよく知ってますね。実は私の体は弱いんです。私たちは、夜の10時に出発しました。向こうに着いたのは6時8時間でしょ。皆さんは、一晩中運転しておしゃべりして一人1時間ぐらいしか寝なかったそうです。私は10時に寝て6時にもうずっと寝っぱなし、ぐっすり寝ましたというよりもぐったり、なんか目が覚めた時復活したような、俺死んでたなみたいな感じですね。神経が病むということはそういうことなんでしょうね。実は私の体が弱いんでしょ。しかしパウロは弱い時にこそ強いっていうし、外の人は衰えていくけど内なる人は日々に新しくされていくっていうし、この土の器の中に宝を持っている、それは私から出る力が私から出たものではなくして、私のうちにあるキリストから出てくることが明らかになるためにって言って、この器は土の器にすぎないけど私の中にあるのは宝なんだ、その宝からパワーが生まれるんだという方ですから、キリストの復活があるということは私にとってもあなたにとっても全く同じです。義人は信仰によって生きるんですよ。キリストが私のうちにあるという信仰によって毎日生活するんでしょ。生活、家族関係、教会関係、いろんな奉仕、メッセージ、全部義人は信仰によって生きる。義人は信仰によって日常生活をする、わけですね。信仰は非常にパワフルです。このキリストの復活があなたから輝き現れますようにお祈りします。